あいつらどこに消えたの？まさか私たちの尾行に気づいた？見つかったら絶対邪魔される。外に誰かいるのか？え？誰もいないよ。いいからとにかくここにいて、すぐに着替えるから。ああ、なんだ、シャルは何がしたいんだ？わからん、全くわからん。うわ、もうやっちゃえ。いいよ。変かな。いや、そんなことないぞ。すごくいいと思う。じゃあこれにするね。まずはこいつで粘膜をこすってサンプルを採取させてほしいんだ。粘膜ですか？でもこんなところで。頼む、鑑定にはそれが必要なんだ。何脱ごうとしてんだよ。え、違うんですか？その綿棒で粘膜をこするって。いや、粘膜って口の中のなんだけど。ツルマさんってやっぱりむっつりスケベなんだ。体液って？つまりその血液とか尿とか。尿出すわよ。おし、来い。こんなド変態が。みやび、待ってくれ。だから付き合ってもいいって。本当か？本当に本当なのだな。おう。なぜだ、理由を聞こうではないか。幼馴染の頼みだからな。付き合うさ。そうか。買い物くらい。そんなことだろうと思ったわ。イチカってわざとやってるんじゃないかって思う時があるよね。キュートな子猫ちゃん、悪いけどこの席僕に譲ってくれないかな。はい、喜んで。一体どういうことだよ。なあ、男同士で腕組んで帰る必要あったのか？おかげで誰にも邪魔されずに二人きりで帰れただろう。その代わり重大な誤解を招いた気もするんだが。あ、遠慮しないでその辺に座ってくれよ。結婚って。さあ翔吾君、僕と結婚して子作りしよう。そして幸せな家庭を築くんだ。子作りって意味分かってんのか？ベッドの上で抱き合っているとそのうちできたりするんじゃないのか？できるか。なるほど、子作りはそうやるのか。失敗しないように今から練習を。わあ、バカ、何を脱ごうとして。ちょ、やめ。そこ、おはよう。いや、これは。そうだ、これは子作りの予行演習で決してやましいことでは。男同士で子作り。なあペルシア、俺たち付き合ってから割と経つよな。俺のために作ってくれよ。作るって。ダメよ、私たちまだ学生よ。フルーツだわ、近寄らないで。ケダモノ、何言ってんだよ。ペルシアの手作り弁当って意味だよ。な、義務的な。にしても何を作ると勘違いしてたんだ。黙りなさい。それ以上喋ったら化学物引っこ抜くわよ。